どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦しようと思います。さあ今回は第2弾企画です。1ヶ月前にやった、覚えてますか、昭和の CM たくさん、今回その第2弾です。はい。1ヶ月前のやつ覚えてますか？ここに、やってるんですけど、リンクもここに貼っときますけど、はい。昭和の CM 曲10個、10曲、この動画でやったんですけどね、それが結構大好評でございまして、いや、今日その第2弾でございます。やりました。これはいいですよ。しかもですね、今回7曲、CM 曲、昭和のですからね、言っときますけど、はい。やるんですけど、入門コード4つですよ。C、A マイナー、F、G7。全部この4つで収まってます。素晴らしい。はい。で、こういうような曲ね、ウクレレでね、もうほんと音楽不器用な、今まで音楽経験ゼロの方もあっという間にできるプログラムがありますから、もしね、これ初めて見てウクレレやってみたら面白そうと思った方は、ここ行ってください。クリック。行ってらっしゃい。そこでね、どんどんウクレレできるようになりますから、はい、やってみましょう。で、これ、ウクレレやってる方はですね、もうこれは、じゃんじゃん歌いましょう。やっぱり昭和の CM 曲ってもうめっちゃ覚えてますからね。はい。なかなかテンション上がりますよ、やると。で、今回は7曲、いや、7曲っていうのかな、7フレーズなんですけど、あのね、やっぱね、短めなんで、その曲、フレーズごとに、簡単版かっこいいバージョンというか、まあ、弾き方の提案もしようかなと思って、そんな感じでどんどん進めてまいりたいと思います。それではですね、まあ、7曲もあるんで、まあね、曲っつうのもちょっと忍びないんですけど、まずじゃあ第1弾、第1曲目いきますよ。はい、赤い狐と緑の狸です。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤い狐と緑の狸、終わりです。すごいですよね。はい、これちょっとまあアレンジするならばね、はい、まずこれ最初は A マイナー伸ばすのがいいと思うんだよね。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。赤いキツネと緑のタヌキ。アレンジのしようがねえってところありますけど、まあいろんな弾き方でこれ、はい、もうこれ本当出落ちみたいなもんで、なんかね、例えばこう、まあ今ね、出会えないから、ズームでセッションしてるときに、なんかこう、ね、あ、なんかちょっと間延びしたなと思ったら、冬にやるんですよ。赤い狐と緑のタヌキ。こんなときに使えるかなと思います。ね。こんなときだからね、やっぱりね、楽しいことやろう、少し。うん。笑顔を作っていきましょう。はい。じゃあ次の曲、もう2曲目ですよ、2曲目。早い。こっちはですね、結構曲として成立しているやつです。皆さん大好きなあれです。はい。ドン。ヤンボーマンボー、Thank you for。 これはいいですよ、これは。はい、まずはじゃあゆっくり初心者さん向けやってみます。これもコード、あ、コード4つで、4つですからね。はい、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー。僕の名前はマンボー。二人合わせてヤンマーだ。ものから大きなものまで動かす力だ、ヤンマーディーゼル。せーの、じゃじゃん。あー、いいですね。あー、やっぱりね、この曲いいですね。やっぱこう、みんな覚えてるでしょ、これ。こうやっぱね、知ってる曲がテンション上がりますね。はい。じゃあ、今回かっこいいバージョンもね、まあ流れでやってみようと思うんですけど、かっこいいバージョンはですね、やっぱりこれちょっと軽やかで、ちょっとこの跳ねてる元気いっぱいの8ビートのチャ。これでいこうと思います。そして、途中のね、君と僕とでヤンマーだのところで、このワンブロックにこの C、G7、CC みたいな感じで、ここだけちょっとね、コードにも変化をつけて、かっこいいバージョン。やってみようと思いますか。これはルンルン気分でね、ヤンボーみたいな、マーボーみたいな、そんなね、ちょっとこんな感じで元気いっぱいでやってみようと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。僕の名前はヤンボー。僕の名前はマーボー。二人合わせてヤンマーだ。君と僕とでヤンマーだ。小さなものから大きなものまで動かす力だ、ヤンマーディーゼル。せーの、じゃじゃん。いいですね、この軽やかさ加減。これちょっとリズム跳ねてる方がね、ヤンボーみたいな感じでね、ヤンボーマーボー、マーボーだけ聞くともうマーボー豆腐みたいな感じですけど、はい、これはですね、今もこれ流れてるんでしょうかね。これはまあまあまあ知ってる方多いでしょう。これコード4つですから、
これもおいおいやりましょう。はい、じゃあ次行きます。わ、早いな。3曲目はですね、これもですね、聞いたことある。これ今もうね、多分このお菓子、生産中止になってんじゃないかな。カールです。カールおじさんのあの歌なんですけど、これね、ちょっと調べてみたら歌詞がめちゃくちゃあるんですけど、なんか一番印象に残って聞いたことありそうな歌詞を選びました。これね、すごい歌詞があるんで、ご自分で歌いたければいっぱいネットで調べると歌詞出てきましたね。コードだけ参考にしてください。じゃあこれも行きましょう。これはね、3拍子です。ワンブロックに3回弾いてください。1、2、3。1、2、3です。これも、最初はシンプル簡単バージョン、後半ちょっとね、3拍子のかっこいいリズムでやってみると思います。それでは、まあ、簡単な方からいっていきましょう。ワン、ツー、スリー、せーの。はー、ほらやのお悟りも、春が来まして、うつらうつらと、のらしご、それにつけてもおやつはカール。せーの、はい、やってみました。ああ、なんかほっこりしますよね。あのひげのおじさん、カールおじさんがね、こう思い浮かばれます。はいはい。で、これ三拍子のリズムなんで、今のはジャン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 でやったんですけど、これはちょっとね、もうちょっとノリを出して、このジャンジャガチャッカジャンジャ。3拍子のチャみたいな感じでやってみると思います。ちょっとね、リズミカルに、はい、かっこいいバージョンやってみます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、せーの。はあ、おらがのお里にも春が来まして、うつらうつらとのらしごと、それにつけてもおやつはかある。ほい、イェーイ。せーの。最後のそれにつけてもおやつは変わる、ここでガッとこうテンポが変わってバッバッとこうカッティング、かっこいいでしょ。ここでこう世界観をカチッと変えるのがいいんですよ。うつらうつらとのらしごと、それにつけてもおやつは変わる、この軽やかさ、もうこれがね、かっこいいやつでございます。はい、このインパクトが素晴らしいです。はい、次の曲参りましょう。カールおじさんの次はですね、これもお菓子つながりですね。はい、これは有名ですよ。文明堂のカステラです。はい。これは、行きましょう。これをね、かっこいいバージョンと、簡単バージョンに。まず簡単バージョンでゆっくり行きますよ。G7 から行きます。G7 からね。はい。行きます。ワン、ツー、スリー、フォー。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。カステラ1番、電話は2番、3時のおやつは文明堂。5人のね、あの中、何あれ、ウサギ、ネズミ、これね、これをちょっとやっぱイメージ大切、イメージ大切ですよ。いつもガズレレで言ってますけど、これはですね、文明堂のカステラのかっこいいバージョンはね、スカビートがいいです。この元気すっちゃ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 みたいな感じ、やってみますよ、かっこいいバージョン。はい、また G7 からいきます。ワン、ツー、ワン、ツー、フォー。カステラ1番、電話は2番、何時のおやつは文明堂。カステラ1番で上は2番、3時のおやつは文明堂。せーの、じゃじゃん。かっこいいですね、これ。これもスカビートいいよ。スカビートってね、結構難しいですよ。これ、カッティングを入れるバージョンと入れないバージョンがあるんですよ、スカビートって。ちょっともう一回やってみよう。C で。これは入れないバージョン。カッティング入れると、短い。パが短い。短い方が、まあ、かっこいいって感じかな。カステラ1番、電話は2番。キレがある方がかっこいいかなという感じですけれども。まあ、これ、ね、いろんなリズムでやるのが楽しい。まあ、なんせコードはもう4つですからね。皆さんの得意の、これ8ビートでもいいと思うよ。1番電話は2番、3時のおやつは文明堂。はい、
こんな感じでグイ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 こう元気になるのが一番、これだからこれだから、はい、やってみましょう。はい、じゃあ次の曲いきます。あ、次はこれはね、もうガズ大好きなやつでございます。はい、新日本ハウスリフォームしようですね。よし行くぞさん、これね、やっぱこれちょっとね、頭に残りますから、これやった日にはもう今日一日この歌頭に回っちゃいますからね。はい、じゃあまだこれもね、かっこいいバージョンと、あ、シンプル簡単バージョン、かっこいいバージョンの順番でやってみようと思います。じゃあ新日本ハウスいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。すみなりだ我が家に花の香りを添えて、やさすが育った樹木香りもいいねで、このマスで一番素敵で暮らすたい。リフォームしようよ、全日本ハウス。せーの、ダカダンという感じでございます。いやー、これコード2つだよ。 C と G7 だけでこの曲できてんですよ。よく分析するとね、いやもう吉幾三さんも本当すごいですよね。コード2つでこの印象的な、もう心に残るもん。これリフォームはもう新日本ハウスに頼もうかなって感じですよね、本当に。じゃあこれはやっぱ、これは軽やかに8ビートのチャですね。ちょっとこうシャッフル入った、はい、かっこいいバージョン。テンション上がるんだよなこれ。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。住みなりだ我が家に花の香りを添えて、優しさが育った樹木香りもいいね、この街で一番素敵で暮らせたい。リフォームしようよ、全日本ね。もうこれはね、もうガズさんこの曲大好き。はい、いやテンション上がっちゃった。はい、じゃあ次は6曲目の曲ですよ。これもね、曲というかな、もうフレーズですね。はい、これはもうどうやってもかっこいいバージョンも何もないんですけど、やってみましょう。牛乳石鹸です。いきますよ。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸、あっし、シンプル。かっこいいバージョンは、これ、最後のところ F、G、7、C にした方がかっこいいかもしれない。ちょっとやってみましょう。8ビートバージョン。ワン、ツー、スリー、フォー。牛乳石鹸、用意石鹸。はい。用意石鹸、F、G、7、C。これの方がいいかもしれないですね。はい。チャカチャン。はい。これも、なんか、すごいワンフレーズ。これも、こういうのが覚えてんだよな。だから C と F と G、7と Am。素晴らしい、やっぱり。はい。じゃあ、いよいよ、もう7曲目に来ちゃった。最後の曲は、あれです。ガズも大好きです。バーモントカレー。西城秀樹さんバージョンでやってみようと思います。まずはね、シンプル簡単バージョンからね。いきますよ。じゃあ、ちょっと、喉を整えていってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けて。秀樹、感激。このフレーズはやっぱちょっと入れときたいところでございますね。はい、これもかっこいいバージョンは8ビートバージョンでやってみてます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ハウスバーモントカレーだよ。リンゴと蜂蜜とろり溶けてる。秀樹、感激。ハウスバーモントカレー。バーモントカレーのテーマやってみました。今のね、やった7曲、一応これノートいつもの通り写しておきましょう。これね、あのこれはもう本当簡単だからテロップ写した方が早いかもしれないけど、一応ね、あ、いつもの流れです。はい、これがまず赤いキツネと緑のタヌキ、もうここで終わっちゃうんだもん。はい、そして、ヤンボーマーボーがここまでだな。はい、
これ下に囲ってるのはかっこいいバージョンでしたからね。あ、上の段をとこう分けてください。はい、こんな感じで書くといいですよということです。なんでね、これ前回10曲で今回7曲かっていうか、ノートに一冊にぎゅうぎゅう詰めで入る長さってことなんですよね、つまり。あ、じゃあこれがカールの歌ですね。3拍子ですよ、3拍子。はい。はい。一時停止でメモってください。テロップ書いた方が早いかもしれない、今日はね。まあまあいい、いいです。一応映しておきますね。はい。で、これが文明堂のカステラ。これはね、なかなかタフな感じでね、スカバージョンでやりましたけれども。はい。これはちょっと倍で撮ってますけどね。倍っていうのは、カステライズ、文明堂、デレデデデレデデって口で言って、またここに戻ったということです。まあまあ、だいたい動画見ていただいてわかると思います。はい。そしてこれだよ、これこれ。これこれ。新日本ハウスね。これがまたね、ガズさんお気に入り。今回一番スペース取ってる新日本ハウスね。これね。4行。この4行ですね。吉井久蔵さん。はい。で、牛乳石鹸、良い石鹸。もうたったこのワンフレーズだけで。最後、無理くり押し込んだのがこのバーモントカレーでございます。はい。ハウスバーモントカレーだよー。はいはいはい。こんな感じですよ。OK かな。はい。はい、こういうのメモってもらって、不意にね、こう、さっとこうできるように。はい。ちょっと練習しておきましょう。さっきも言ったんですけど、こういう曲をね、この、例えば、ズームのセッションとか、こう、なんていうの、オンラインセッションの時にこう、挟み込むとね、うわ、はーってなるんじゃないか。これ、潤滑剤みたいなもんですか。音楽もね、いろんな楽しみ方がある。本当にラブバラード、心込めて歌う、ロックをこうね、なんかこう、勢いと共に歌うっていうのもあるし、こういう CM 曲っていうのは、なんていうのは、そういうのとはちょっと近くって、なんかこう、ほのぼのとして、なんか古き良き時代のね、この感じを思い出すなってことで、またこういうね、CM 曲をウクレレでやるとかもまた、なかなかいいでしょ？で、今回やっぱ第2弾ですけど、これは第3弾、第4弾と続けていこうと思います。もしね、これがあるじゃないですか、カズさんという、もうみんなが知ってそうなやつあったら、コメント欄書いてください。今ね、考えてたね、伊東に行くなら八頭屋とか思ったんですけど、あれはね、結構、全国区ではないんだよな。だからそういうのもあるんですよ。例えば関西ローカルとか東京ローカルみたいなのもあると思うんで、まあそういうのもいいと思うんですけどね。やっぱりいろんな CM ソング、昔の懐かしい CM ソングやってみようと思います。はい。なんでまだ皆さんね、コメントしてくださいね。はい。あと、ガズレレ、いつも言ってるんですけど、いろんなもんやってます。今使ってるこのウクレレね。ガズのわがままウクレレ、今事前予約注文受け付けております。いや、ウクレレのことはここ見てもらうといろいろ書いてある。あと、いろんなグッズがあります。今日も使ってるこのストラップ。これ、小杉さんのお手製ですからね。これも販売してたりとかですね。このキャップだとか、T シャツとかステッカーとかいっぱいあります。あとは一番今プッシュはこれですよ。このリュックサック。これ、ガズレレのね、これ、ウクレレが入る、ウクレレケースなんですよ、リュックサック。ドーンと開けると、これ、楽器のケースですから、こういうところも分厚くできてて、中にこう取り外し可能な譜面台とか、チューナーがあるポーチもあります。ここもね、こう、なんていうか、こう、ベルベット調になってるんですよ。はい。これ、大好評発売中だと。いろんな、そんなこと。あと、アプリもある。アプリ。このね、ガズレレのアプリのガズレシピ。これすごくおすすめですよ。これ今度、近々、また、ものすごいリニューアルがあるんで、ちょっとこれ、とりあえずスマホとかインストールしておいてください。そんなようなこと、ガズレレの特務で全て書いておりますので、ぜひ、ホームページはもう間違いなくチェックしておいてください。ブログも書いてるしね。ここは、もう間違いなくチェックよろしく。そしてですね、この、いつも私が言ってるリットミュージックのこの本、大好評なんですけど、こっち今ちょっとアマゾンで売り切れになってます。アマゾン以外の、EC サイトで売ってますんで、でもこれ第1棟で今5万部ぐらいに迫る勢いなんですけど、いよいよ出ます。6月にこの本、赤い本が6月出ますよ。今予約開始中ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。こんな時だからこそ音楽やりましょう。僕たちには音楽があってよかった。よろしくお願いします。ガズレレ YouTube 引き続きよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。